はい、どうもいいです。栄冠9のプロによる、バンドのみで甲子園優勝する栄冠9やっていきます。秋の地区大会、地区大会予選、秋の県大会は勝ったんで、次地区大会出場するんで、地区大会まで早送りでいこうか。よーし、秋の、地区大会まで来たんですが、なんと A ランク。やだ、足りたくなかった。 A ランクが来てしまった。辛いな、どうしよう。なんかやろうかな、打ち切り増やす。でも2年生の打ち切りあんま期待できないからな、正直。打ち切りに頼る戦い方はできないってなると、本、守備職人つけようか、俺に。で、流し打ちも俺につけて、あと一個ずつなんだよな。イナゴにあげるとしたら打たれ強さか伸び。イナゴに伸びあげるか。まあ、持ってても意味ないもんね。使おう、使っていこう。と勝ち運もつける。あーってなると、去年使えばよかったなってなるよね。キャッチャーの本丸、キャッチャーの本はキャッチャー B ぐらいになったやつに使おうか。なんとか稲尾くんが抑えて勝つしかねえ。テンション普通こう。テンション上げようぜ。よし。なんとかお前が0点で抑えろ。それが勝ち目はない、うちの勝ち目はもう君が0点で抑えるしかない。藤村で。調子普通か、絶好調にはならずと。稲尾が4割打ってんだよな。伊豆強いか。伊豆じゃないか、これ豪津か。三塁側、バント。拍手に送られて守りに散っていきました。B ランクか、ワンチャンある。てか B ランク強くね。なんで秋大会で B ランクなんだよ。秋でこの強さだったらなった。クソ強え、クソ強え。勝ち目はない。なんとか点と、よし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 、それ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 、なんとかはようわからんけど点を取るっていう。なんか点取った、やった、なんか点取ってくれた、ロッキー。もうそれしか勝ち目はない。これで3点以内に抑える。ここでも点取ってくれ。いやー1点取る。ツーアウト2塁、追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で、バッターは2年いきなりセーフティーバント、一塁へ送る、アウト、スリーアウト。いい送球するね。バントリードで迎える5回です。ワンアウトランナー1塁という場面、盗塁バントしかないもん。いやーでもまあしょうがない、もうそれしかないもん。それをしないとバントだけじゃ無理だ。バントだけじゃ無理だから、もう今の盗塁は全然 OK。 いい盗塁、いいチャレンジ。ここは送ってもいい、ここは大丈夫、全然。
ここで魔物引いてる。ここで魔物、じゃ応援歌流れないの？応援歌が流れないんですけども、ここ魔物使うか。だからもう一回回ってくる保証ないよね。いや9回で回ってくるの、このまま行くと789回でもう一回回ってくるってなると、でも9回の表攻撃できない場合あるよね、勝ってる場合だよな。ならここで使った方がいいよな。え、どっちだ、どっちですか。9回、勝ってたら9回攻撃できない、いや勝ってても攻撃できるよな、9回って確か絶対違う、できないっけ。普通に決めるバント、よーし。ゴーツ、伸びがついた稲尾はそう簡単に打たれないよ。防御率 1.01、 今日完封したら0点台に行く。てか球数が少なすぎる。5回3分の2 47球、アウトロー2球続けるのが怖いな。よしよし、内側に来てよかった。ここは盗塁はしない。ルル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 ル、あの応援歌、西武の応援歌が流れねえ。あの応援歌好きなのに。あ、これここで盗塁するのか、セーフティーバント、決まる、セーフティー決まる、よし。4打数2安打決まれー。徳永回りませんでした。あっこで桃の使って、でも桃の使ったところで結局あれだよな、ランナー1塁だったら操作できないもんね。6回はやっぱ7回以降に引いてくれなかったらな。スタミナ節約。完全に外れたボール。アウトコース行ってから1回内角。インコース見送ってストライク。そして外角。第3球を投げた。分かってる、リード。ゲッツー。やばか。よーし、危ない危ない。危ない危ない危ない。ナイスナイス泉。まず内角。防御率が0点台で突入しました。そして外角、そして次は内角、巧みなリードで打たせない。でもう1球内角行くと見せかけて外角、よしゲッツ、うまい、バックハンドトス、うめえ、クソうめえ、高校生のバックハンドトスじゃない、あれは確実にプロに。なんとか頑張ってくれ。第2球、防御率 0.95、 高めストレートは外れても、第3球は3球、いいね、もう全然タイミング合ってないもんね。てか72球しか投げてない、まだ球数が。投げました、インコース高め空振り。そして外角、第5球、外角だよ外角、それ内角ね、内角続けたらダメだよ。一球内角、よし、バックハンドトス、うまいです。あー、ショート下手くそ、ショート下手くそじゃないか。めっちゃブンブン振ってくるな、怖いね。こう強振してくるチームっていうのは怖いんだよね。ゲッツ、うまい、はい、まあ1年生出せなかったけど、A ランクに、 A ランクじゃ B ランに勝てたらいいや。よし、これで5割で甲子園いける。5割だっけ、あれ何割だっけ。まあ、次も勝ったら確実に決まるから勝ちたいんだけどね。
もし次のランクはどこですか。 C ランクぐらい来てほしいね。よし、自分探しの方。ポイントはめっちゃ溜まるんだよな。てか本しか買ってないからね、自分探しの本しか買ってないから多分余るんだよなポイントが。これ1個機材買うか、せっかくだし。これ確か1000の機材を買って全部揃った後に機材をお楽しみにしたら全部2000が来るからいいみたいな、そういう裏技があった気がする。というわけでじゃあとりあえず全部1000のやつ買おう。マイホーム B ってことは A ランの可能性あるな。これ絶対勝つ、勝って甲子園決めよう、確実に甲子園を。でも夏行けなかった甲子園に春に行こう。藤村で稲尾の調子は普通。俺がちょっと打ててないんだよな、調子悪いんだよな。8番落とすか、強くねこいつ。ちょっと待って、263だよね。おこいつね、こいつ天才じゃない割に能力クソ高いんだけど。普通にファーストレギュラー取れんぞもうこいつ頑張ったら。ただこの世代能力はいいんだけどな、打ち気が今1人しかいないからなんとか打ち気を増やさないといけないよね。やっぱあの打ち気5人世代は強かったな。てか負けたけどな、打ち気5人いたけど、打ち気5人いたけど負けちゃったからな。いや岡山県の高校か、強そうだな岡山県。あー A ランクか。いや5点取られました、終わった、積んだ。あー0点台が一気に2点台。もうおもんねー、栄冠ナインおもんないわ、終わったじゃんもう。いや終わったじゃんもう、もう終わった、もういい、もう終わったじゃないかこれ。5点差なんて魔物がないと勝てない。いや4点差、いや4点差ね。もうこれやめ、初戦のこの点取られるのやめてほしいよなマジで。ノーディスさんにまだ可能性悪い。通り5なら通りでいいでしょ。よしスクイズ、もう連続スクイズで2点差。うまい、よーしこれで2点差。まだ分からん、まだ分からん。バント、この回は2番からの好打順、トップバッターは藤村、今日はキャッチャーゴロと、いきなりセーフティーバント、一塁送球。なんか起きろ、なんか起きろ、ランナーはありません、なんか起きろ。バント、追加点のピンチを迎えました。2アウトランナー2塁。稲尾が3点ぐらいで抑えたけど、でも稲尾はもう攻めれないよな、頑張ってるもんな稲尾は。敬遠してもよかったかな、いいハイパイが来なかったもんね。初球空振り、タイミング合いません。1球目空振りから外角低め、外角と来たんで内角1回。第3球を投げた、ストライク。さあ4球目、ストレートはもうインコース。3点差はちょっとやだね。第5球投げた、打った、これは強烈、伸びた、伸びていった、センター見上げた、ホームラン。
備前リードで迎える8回です。ワンアウトランナー1塁という場タッチセーフ。一塁タッチセーフ。インコース引っ張った、クリーンヒット。一塁ランナー一気に三塁へ。ショートから二塁送球、奥野今ボールを二塁へ送った。キャッチはアウト。盗塁を阻止しました。ボールはライナーでライトへ掴んで、これで3アウトになります。バント、黄色い線を背中に受けてやる気も、あっとセーフティーバントだ。サード掴んだ、あっと送球それた、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。9回、バッターはピンチヒッター、代打はさあお祭り男の本領を発揮することができるのか。バッターは代打ピンチヒッター、代打はバッターが代打ピンチヒッター、代打は打っ、さあ思考を研ぎ澄ませていきます。ムービングバッターは2年生飯泉、今日はここまで3打数1安打。バッターはさあ究極の思考が、あと50バントだ、掴んだ、頭から滑り込め、あっと落とした。左バッ、二塁送球はどうだ、判定はアウト、刺されました。バント力及ばず敗れてしまいました。小原見逃あーおもんねー、栄冠ナインおもんねーわ。さあなんでばっか、いいなおが打たれすぎだな、勝てねえよそんな初回に5点取られたら、まずそら勝てねえさ、初回に5点なんて取られちゃったら。なんとか甲子園出れないかな、ワンチャン、ワンチャンあるよな甲子園。ドライ1はなしなしなし、村山がギリギリ晴れた。ドラ4ドラ4ドラ5ドラ6いいな、おせっかく防御率0点台だったのに一気にまた2点台ぐらいまで上がったんじゃないの、もったいねえな。じゃあ、春の甲子園分かるまで1月か1月ぐらいまで早送りしていこうかな。
よし、合宿忘れてました。合宿やろう。合宿やっていこうか。キャッチャー取りたいです。ここで来ました。総合練習キャッチャー来い。一人ぐらい、どっちか。うわー、曽根がキャッチャーし、あーそれだけか。まあまあまあ、誰だ曽根って。曽根って誰。ソネットで外野手に転向しようとしてるじゃない。君外野じゃん。ソネキャッチャーに戻します。そして富田を外野手にします。ピッチャーが2人いる。1人か。また総合練習引いたな。ハードル、なんでハードル練習したらフォークの変化量が1個上がるんだ。富田来たね。これ富田もついたらどうするの。どうしたらいいの。俺はあーつかなかったか。ローボールヒッター。お、威圧感いいね。威圧感バントができる。富田キャッチャー、キャッチャー奪い返す。お前が、お前がキャッチャーのレギュラーだ。はい、お前は外野手です。今日から富田くんは外野手の練習をしてもらいます。あー、どっち引くか。スタミナないから回復させたいけど、ここはここは占い師連続に2連続引きたいね。じゃあ、どうする。今日ここで終わる。こんなタイミングで、このタイミングで終わりますか。終わるか。今日はここで、数理の練習効率が上がったところで終わります。それでは見てください。皆さん、ありがとうございました。バイバイ。